おはようございます。森山区栗から不動寺の住職森下随道です。今週も森下随道の随道指南帳スタートです。今日は正夢についてお話をさせていただきたいと思います。皆さん、正夢っていつ見る夢かご存知ですか？これはね、朝方見る夢です。そしてもう一つ、起きた時に記憶に残っている夢、こういった夢を正夢と言っていますね。昔からほとんどの場合、その日のうち遅くても翌日ぐらいには何かが起きます。不思議でして、だいたい逆のことが起こるんですよ。例えばお金を落としたらなんか臨時収入が入るとか、逆にすごいお金をいただく夢を見たらお金を取られる、落とす、なくすとかね。で、一つアドバイスですけども、夢の中で何かを食べようとしている時は絶対食べてはいけませんとは言っても、コントロールできないから難しいかも分かりませんけど、夢の中で物を食べるという夢はね、非常に悪い大凶の夢なんですね。これね、体を壊す、何か病気になるという暗示の夢です。ですので、普段からね、ちょっと気持ちの中に、夢の中では食べないぞという、そういったことを覚えておくといいですよ。ただもう一つね、コップの中に水が注ぎ込まれるような夢をもしも見ることがあったら、これは人生の運気を測る夢です。例えばコップがあって、そこに半分ぐらい水が注がれている夢を見たとしましょう。そうすると、まあまあだぞと、まあ目標は半分ぐらいだぞと、まだまだ努力が必要だぞという暗示です。で、逆にですね、もうコップからもうこぼれるほど水がもう満々と入ってくる夢は、もうすごい超ラッキー、すごくいい夢です。もう何でも成就するという、必ず自分の今思い願っていることは成就するぞという、そういう夢です。このようにしてですね、夢は、実際に見る、見たまんまの夢がそのようになることはほとんどないと言っていいです。例えば親だったら、親と同じほど大切なものが何か起こるぞという、そういう暗示ですね。自分の身近な方が出ていらっしゃって、その方が例えば、病気になったり怪我をされたりする夢を見たからといって、その方がそうなるというのはほとんどありません。自分に見せられているその身近な方のお顔とか姿っていうのは、自分がそのぐらい大切なものという意味です。ね、これ夢の話はですね、なかなか自分のその情報だけで考えるのは難しいと思いますので、もしもこういう夢見ましたよ、分かんないけど教えてってことありましたら、ぜひ私の番組宛てに、お知らせください。もしくは直接お寺の方にお尋ねに来ていただいても結構でございます。さあ、今日はということでございまして、正夢についてお話をさせていただきました。また来週もお楽しみに。お相手は森下随道でした。